君たちも一緒に飛びたいのかい？そうか、付き合ってくれるんだね。ありがとう。本当は彼女も誘いたかったんだけど、もう長いこと操縦していなかったからね。大好きな人の前で失敗したくなかったんだ。彼女も空が気に入るかな。重力から解き放たれる感覚を好きになってくれるといいんだけど。うん、少なくとも私と一緒にいることは嫌がられてないはずだよ。じゃあ明日彼女と一緒に空を飛ぶことにするよ。どうしてここに？それで走ってここまで？でもどうして私がここに降りると分かったの？そうだね。私たちの心はきっと通じ合っている。実を言うと、空を飛んでいた時、私は怖かったんだ。降りる場所がなくなっていたらどうしよう。降りた時、この地がまた荒れ果てていたらどうしよう。そう思ったら、怖くて仕方なかった。けど次の瞬間、君のことを思い出したんだ。そうしたら気づけば怖さは消えていたよ。きっと君が地上で導いてくれていたんだね。君が私の道しるべになってくれたんだ。君が地上で導いてくれていたんだね。君が私の道しるべになってくれたんだ。あいにく今日はもう燃料がなくなってしまったんだ。よかったら明日私と一緒に空に行かないかい？何もないから君に付き合うよ。じゃあフラワールームでゆっくりしない？ちょうど百合が見頃だから君と一緒に見たいんだ。何を見ているんだい？この花、とても綺麗だろう。君の頭につけてあげてもいいかな。君には花がよく似合う。だから世界で一番美しい花で
君を彩りたいんだ。もういいよ、目を開けてみて。目をつむっている君もとても可愛らしかったよ。だってそれが私の正直な気持ちだからね。何をしていても君はとても可愛いよ。それは鳥の羽かな。どこでそれを？この羽の色は本で見た覚えがある。確かとても珍しい鳥で幸運の象徴だったはずだよ。花と羽、とてもよく似合ってるよ。私の幸運はすべて君がもたらしてくれたんだ。今朝起きた時、父の言葉を思い出したんだ。厄災の時代に聞いた言葉だ。人は自分の目で見ることをやめてはいけない。空や大地や生き物を見て世界を感じることで周りとの関係を保つことができるんだって。けれどかつての私はその教えを放棄していた。私の目は負の感情に覆われ、自分自身を小さな檻の中に閉じ込めてしまった。私は世界の本質を忘れて孤独の中で闇に囚われ続けていたんだ。そう、君は来てくれた。君は美しい花のように私の世界を彩ってくれた。空を飛ぶ鳥のように私の孤独な旅路に付き添ってくれた。随分と長い間、私は一人で空を飛ぶことをしなかった。いや、単に飛ぶ勇気がなかったのかもしれない。だけど今日は君が地上にいてくれたおかげで、私は空の旅を楽しむことができた。そして空から帰ってきた時、君の姿が見えた。着水する瞬間ですら考えたよ。どうやって君にお礼をしようかとね。父の道理に従っても、私の正直な気持ちに従っても、君にお礼をするのが当然のことだと思えたんだ。けれど、君に何をしてあげればいいのかわからなくて、私の精一杯の気持ちがその花輪と羽だった。美しい君には美しいものを贈りたい。それが今の私にできる最良の選択だったんだよ。
言ったけれど、君が好きだよ。とて心がいつも私に訴えかけてくるんだ。君のことを愛しているとね。